トンマ天狗は、1959年9月5日から1960年12月24日まで、読売テレビ制作、日本テレビ系列で放送されていた、花と箱脚本、大村昆主演による時代劇コメディである、大塚製薬一社提供。番組タイトルは、当初は、お笑い陳遊伝トンマ天狗だったが、後に、コンちゃんのトンマ天狗へ解題された。タイトルの通り、 時代劇、クラマ天狗のパロディである。コント的要素やスラップスティックによる笑いを多用し、毎回、大村昆布する、トンマ天狗の行く先々で仇役である、新選組の近藤、肘方が現れては、最後は、あっけなくトンマ、天狗に切られてしまい、またそれの繰り返しという、ちょい、あちゃらかものである。脚本は花とが手掛け、出演者も大村、アシアガンノスケイカ。 花戸が東方から独立して結成した劇団笑いの王国のメンバーが中心だった。登場人物はそれぞれ近藤雄造、肘方大蔵と本家の登場人物の名前をもじったもので、主人公の名前はおり内南高公とスポンサー大塚製薬のメイン商品名おろ内南公の読みがそのまま使用された。決め台詞は、聖は、おり内、名は、 南港。製薬会社がスポンサーということもあり、普段うだつの上がらない。主人公はピンチに陥ると、飛躍と称する眼薬を口にすることで、頭巾姿で剣の達人である、ヒーロー、トンマ、天狗に変身する、というのが、毎回のパターンだった。また番組の途中で見落なく、天狗コマーシャルと筆書きされた巻物を広げ、生コマーシャルが挟まれる。当時は、 VTR の規格が2インチで、機器、テープともに高価だった上、著作権法などの絡みで、番組の資料保存が制約されていた事情もあり、読売テレビにはほとんど映像は現存しておらず、映像は主演の大村が、個人所有しているテープが数本保存されている程度で、ある。ほかほか、ありがとうございます。